まあ別に僕が自分の中で K1 で一番スピードがあるとも思ってないですし、まあスピードの面では当然カラヨ選手の上だと思ってるんですけど、僕はそれ以外の面で勝つことができると思っているんで、まあ外人選手にスピード、スタミナで、スピードをなんだろうパワーで勝とうと思うのはどうしても無理があるんで、自分はいろいろやっぱ戦略もありますし、やっぱ日本人としてここまでやってきて、これからも絶対勝ちたいという思いが誰よりも強いですし、 K1 を救いたいという気持ちもありますし、まあ勝てるという思いもやっぱ今出てきているんで、やっぱ今まで自分にはなかった自信とか、そういう気持ちの問題っていうのは徐々に徐々に克服はできてきていると思うんで、そうですね、まあ、いくら負けてる部分も多いですけど、それで勝ってる部分もあるんで、そこで勝てればいいかなと思います。勝ててる部分って自分ではどの辺だと思います？まあ当然、まあその持ってるもんっていうのは元がしょうがないし、経験もそれは向こうの方があるし、まあそう戦略であったりとか、いかに冷静でいれるかとか、まあ気持ちの問題もそうですし、カラヨウ選手は今年試合してないかもしれないですけど、僕はやっぱりいろんなこういう強豪とやってきて、自分の中では気持ちはどん底な気持ちでやってきて、今ここまで来てるっていうやっぱ自信もあるし、やっぱ日本代表として背負ってるっていう部分もあるんで、そこにやっぱりね、今年やっぱ死ぬ思いでここまで来たんで、今年やっぱ負けるわけにはいかないかなっていう気持ちはあるんですよ、やっぱりそういうところでやっぱ勝たなければ。死ぬ思いっていうのは、そういう、あの寝る前にやっぱり怖くて考えちゃったりとか、そういう、もうそれもありますし、僕は誰も僕のことを知らない状況でマヌー選手ともやりましたし、サキ選手ともやって、チャンピオンっていうベルト取ったっていうことも大きいですし、まあ、当然あの試合でカラヨ選手は出る予定だったんですけど、まあ、それがまあいろいろ都合で出れなかったっていうのがあるんで、僕はそうやってカラヨ選手が試合してない中でも、僕は死ぬ思いで、そういう思いをしてやってきたんで、やっぱ気持ちの面では負けてないと思いますし、そこでしっかり勝つことができればね、やっぱお客さんも分かってくれると思うんで。日本代表を背負っているという発言ありましたけども、やっぱり今日本はもう自分の時代が来ているということは。そうですね、まあ、あれもベルトをいただいて、まあ、武蔵さんも引退するっていうことで、当然僕は武蔵さんを尊敬しますし、すごい人だなと、僕がまだ2、3年しか K1 いないのに、あの人はもう10何年やってきたと、僕はその尊敬の念を込めて、あの人もすごいと思いますし、尊敬の念を込めて、僕自ら引き継ぎたいなと思いますし、武蔵さんが安心するようなファイターになりたいですし、やっぱお客さんが安心するようなファイターになりたいですし、やっぱ安定感っていうのも欲しいですし、やっぱそれを見せるのがやっぱ今回、僕のやっぱスタートは今回からだと思っているので、3月の試合と8月の試合はまあ有名になるまでの第一歩で、本当のスタートはこの9月26日、どっちでした？9月26日、はい、すいません9.26 だと思ってるんで、はい、やっぱここでやっぱスタート切りたいですよね、やっぱ自分としてもいいスタートは。最近武蔵選手と話してる機会っていうのは、いや僕ほとんどあんま武蔵選手と話をしたことがないんですよね会ったとしてもやっぱり挨拶するだけで、まあ、お互いが結構人見知りか分かんないですけど、どっちかというとこう前にがっつく方じゃないんで、外国人みたいにこうバッと喋る方じゃないんで、で僕はもう当然気持ちの中で、頭の中でも気持ちの中でも尊敬してますし、やっぱすごい人だっていう思いはありますね。もしできるんであればもう がっつりと武蔵さんの思いを感じながら試合したいですし、僕の思いもぶつけて、どうだと、これから僕が引っ張っていくというね、やっぱ思いも見せたいと思うんで、ね、もしできるんであればね、もっと男と男の試合っていうのはできればなと思いますけど、とりあえずまあパパッと勝って、日本で横浜アリーナで12月試合したいんで、勝ちます。